ストラスブール包囲戦は、不屈戦争における戦いの一つで、バーデン大公国、ビュルテンベルク王国と、フランス帝国によって行われた戦闘を指す。プロイセン王国側に立って参戦した、バーデン・ビュルテンベルクによる、フランス帝国領ストラスブールへの包囲は成功し、フランス軍守備隊1万7000名が投降した。プロイセン王大使フリードリヒは、プロイセン王国軍、バイエルン王国軍、 バーデン大公国軍、ビュルテンベルク王国軍の4カ国軍を率いていた。フッシュビレール和主の戦いで、フランス軍を打ち破った後、軍を二手に分けることにした。フリードリヒ3世は、バーデン大公国軍、ビュルテンベルク王国軍を、配下のアウグスト・カール・フォンウェーダー将軍に預けた。フリードリヒ3世は、ウェーダー将軍に、両国の兵士を連れて、ストラスブール要塞を攻め落とすように命じた。 アルザス地方に築かれたストラスブール要塞はフランス軍の国境要塞の中でも強固に作られた要塞の一つとして知られていた。ウェーダー軍は合計4万人程度のバーデン兵とビュルテンベルク兵で構成され両国はストラスブールから見てライン側の対岸に位置している。対する南高不落の要塞都市に立てこもった1万7千人のフランス守備兵は 68歳のユリ首将軍の指揮下にあった。ジュール・フェラがアウェーダー将軍は同拠点の重要性を理解しており、時間のかかる包囲は除外した。彼は代わりに要塞及び住民への砲撃という幸福へと追い込むより早い行動を決断した。ウェーダー将軍の都市への砲撃は8月23日に開始され、都市と歴史建造物の多くにかなりの損害を与えた。 ストラスブール司教が停戦を行うために、ウェーダーの元を訪れ、住民は砲撃しない間は1日ごとに10万フランを、ウェーダーに支払うことを提案した。ユリ首相軍は、停戦を拒絶し、そして間もなく、ウェーダーは、彼が持っている弾薬の量では、このような砲撃を続けることができないことを悟った。8月24日、美術館、旧ドミニコ教会であったゴシック様式の、 市民図書館が唯一の中世の筆者本、貴重なルネサンス時代の本、ローマの工芸品と共に消失した。ウェーダー将軍は今度はいくつかの防御施設を目標に選び、都市への砲撃を続けた。各々の要塞が破壊されるにつれ、包囲戦は急に都市へと近づいていった。9月11日、スイスの政府の代表団は、非戦闘員を撤退させるために都市に入った。 スイスの代表団は、スダンの戦いで、ナポレオン3世とフランス軍が降伏したというニュースを伝えた。それは、ストラスブールに救援は来ないことを意味していた。9月19日、残っている住民たちが、ユリシュ将軍に降伏を懇願したが、未だ防衛は可能だと信じていたユリシュはこれを拒否した。しかし同日ウェーダー将軍が、弱体化した要塞に攻撃を仕掛け、 要塞の一部を占領した。この事件は、ユリシュに防衛の可能性について再考を促す原因となった。9月27日に、ユリシュは、ウェーダーと交渉を開始し、翌日に、都市は降伏した。ストラスブール要塞の陥落によって、ウェーダー軍は、北東部フランスでの、さらなる軍事行動が可能になった。ウェーダーは続いて、ベルホールに対して動き、 ベルゴールは11月に放囲された。ありがとうございます。